オリアンナと会ったのか。どうだった？かんばしくない。おや、彼の居場所を教えてもらえなかったのか。いや、それは聞けた。ついでに子供の血を吸っているという告白も聞いた。噂は耳にしていたが、まさか本当だとは思ってなかった。今はその話はしたくない。町の西側の湖の対岸に洞窟がある。そこに向かおう。なるほど。私はいつでも出発できる。だが、ああ、デトラフのために今もシアンナを解放する方がいいと思ってるんだろう。それが双方のためだ。やめてくれ。孤児院で起こったことは明らかに奴の責任だ。町で大勢の人が殺されたのも奴のせいだ。なのにこの後に及んでまだ奴の肩を持つというのか。見えざる者に会うのは命の危険を意味する。何度も言ったはずだ。冗談でも大げさでもない。大事な友人に必要もないのに刃の下に首を差し出すような真似をさせたくない。そう考えることに何の不思議がある。他の方法が存在するのだからなおさらだ。それも極めて手軽な方法がな。まったく面倒なやつだな、レジス。分かった、いいだろう。遊戯室に行こう。いい判断。それはまだ分からん。この扉の向こうが遊戯室だ。同族の一人がね。個人的な命令だろうな。鍵がかかっている。当然だな。レジス、この扉を力ずくで開けるのは大変そうだ。頼めるか。いいと思う。助かる。一応辺りを調べてみよう。ブリキの騎士だ。木馬か。かなり傷んでいる。使い込まれたもののようだ。木のアヒル、誰かが羽を折ってしまったようだ。いい曲だ。ああ、美しいな。壊れているのが残念だ。鏡を鏡か。私にとってはガラクタだ。ままごとの食器か。それにぬいぐるみ、可愛らしいな。絨毯の下には何もない。何があると思ったんだ。せいぜい横着な駒使いが掃き掃除のゴミを隠すぐらいだろう。鍵がかかっている。宮廷家庭教師イザベル・ド・ロークフォー。シアンナとアンナ・ヘンリエッタの家庭教師が書いた雑記だな。二人が子供の頃のものだ。手がかりになるかは怪しいが、目を通して損はなさそうだな。今日シアンナ様が絵をくださった。可愛いじゃないか。血まみれの首のない死体の絵だ。可愛くはないな。なぜそんな絵を描いたのか尋ねてみた。皇女殿下は幼い頃からずっと見ている悪夢を描いたと答えた。アンナ様と同じベッドで寝る時を除いて、ほとんど毎晩その夢を見て叫びながら目覚めるのだそうだ。黒太陽の呪いか。あの呪いに侵された少女たちは恐ろしい悪夢を見るようだ。正気を失う子もいる。今日お二人が喧嘩された。貴婦人としてあるまじきことで全く情けない。殴り合いにまで発展してしまったのだ。先に手を出したのはアンナ・ヘンリエッタ様だった。シアンナ様もやり返された。私が止めに入るまでにアンナ様は歯を2本折られていた。そしてご両親のもとへかけていかれた。公爵閣下はこの件について私の報告を信じなかった。悪いのは全てシアンナ様だとして、シアンナ様だけを厳しく罰すると決めてしまったのだ。
アンナ様も必死で罰を軽くするよう頼んだが、ご夫妻は考えを変えなかった。一旦問題児のレッテルを貼られた子が汚名を晴らすのは簡単じゃない。今日お二人を連れて初めて千のおとぎ話の国を訪れた。半日をそこで過ごした。最初は親指姫と、次にバルバロッサと遊んだ。彼は海賊にしては魅力的な人だった。どうやらイザベル・ド・ロークフォーは日記を書く前に幻覚を誘発する類の薬物を使っていたようだな。例えば朝の一種のような。まあ待て、続きがある。マスター・アルトリウス・ビゴの作り出すものには脱帽だ。彼の秘術には誰もかなわないだろう。待て、アルトリウスはこの宮廷に仕えた魔術師で幻術の専門家だ。つまり。レジス、まだ終わってない。邪魔をするなら廊下に立っててもらうぞ。お二人が教えてくれたが、一人であの世界を訪れたくなったら千のおとぎ話の国を開いてエクスペクトルーダムと呪文を唱えればいいそうだ。本が現実の鍵となるようだな。おやおや、どんどん面白くなってきたじゃないか。今日神秘界から魔術師が到着した。シアンナ様を調べるためだ。どのような結論が出るかはわからないが、公爵閣下はひどくご心配だ。うん、黒太陽の呪いか。つまりシアンナはその症状から診断を受けたということだ。烙印を押されたということか。続きがある。公爵閣下にシアンナ様はどうなるのか尋ねた。答えはなかった。今日はお二人にニルフガード語を教えた。シアンナ様は熱心だが、新しい単語を覚えるのが苦手のようだ。アンナ様は物覚えはいいが、不真面目な態度を見せがちだ。聞こえていないと思って私のことをブローデクッセと呼び、シアンナ様と一緒に息ができないほど笑っていた。ブローデは忌まわしいという意味だが、クッセとは。黒を好み、あまり友好的ではない南方の者たちの美しい言語で言うところのクッセとは、我々の野蛮な言語で言えば女性の股だな。ありえそうもない話だが、もしかするとアンナ・ヘンリエッタはシアンナを幻想の世界に閉じ込めたのか。ありえなくもない。そこなら安全だし隔離もできる。探してみよう。本はどこだ。おお、絵の裏に鍵か。この本か。やってみよう。エクスペクトルーダム。